シングルタイルチャレンジうまくできない、うわあ、うわあ。はい、どうも皆さんこんにちは、白神チャンネルの白神と申します。今回ですね、先ほど動画見ていただけたでしょうか。こんな風にね、シングルタイルチャレンジがうまくできないんですよ、僕は。ね、もうね、最初の方で死んじゃう。もうノートを使うんですけど、このなんかこうあるじゃないですか、この黒いタイルが、んて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 れれれんてててんのところあるじゃないですか。でこれがね、なんかね、もうこのスライドタイルがなんかね、ここでーっていくんですけど、この上がこの視点の部分がね合わないんですよ。この辺から始めるとこれが NG になっちゃうんですよ。で俺は何を考えたかっていうと、こいつを使えばもっと楽にスーっていけるんじゃないかって感じ。このアップルペンシルを使うことによってスライドタイルチャレンジがより楽になるんじゃないかと思う、俺は思いまして。ということで今回はアップルペンシルでシングルタイルチャレンジをやっていきたいと思います。もちろんね、これ1本だけじゃもう全然できないんで、指とうまく使いながらこのスライドの部分、これでやっていきたいと思います。いきます。3、2、1。いいよいいよ、めっちゃいい感じ。もうスラッといきますね。おお、素晴らしい。めっちゃサラサラなんですよ。おお、あ、ごめんなさい。指使っちゃったよ。ということでね、今回は、スライドタイルチャレンジを、with Apple Pencil ということで、ね、Apple Pencil でスライドタイルチャレンジをやったら、もっとなんかこう、スライディングできるんじゃないかって思いましてね。こんなバカみたいな企画を、作りました。ということで、まあ、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。